こんにちは、いらっしゃいませ。平和堂公式 VTuber の鳩野幸です。いよいよ夏が本格的になってきましたね。私、夏になったらやっぱり辛いものが食べたくなるんですよね。じゃ、お、こちらはイーワの国産白菜手仕込みキムチですね。海鮮具材のバランス、3日間の下漬け、手仕込み仕上げの3つのポイントが美味しさの決め手となっています。そして手作りのため、食べるタイミングによって少しずつ違った味が楽しめるのが特徴です。この食べるタイミングによって違った味を楽しめるということにかけまして、こんな企画を用意していただきました。アハ体験チャレンジ、イエーイイエーイアハ体験って、少しずつ変わっていく画像の変化に気づくかっていうゲームですよね。全部で今回3問あるみたいなので、皆さんもぜひ一緒に挑戦してみてください。ではまず第1問目です。お願いします。葉っぱが膨らんだ。あ、ハトッピーの目がウィンくんだった。イエーイでは2問目いきたいと思います。お願いします。さあ2問目はどんな問題でしょう。意外と私これわかるかもしれない。もう一回お願いします。わかった、わかりました、わかりました。最初はこっちがオレンジから赤になったんですけど、赤からオレンジになった。やったー、イエーイいや、これ難しいですよ。2問目にしてなかなか。いよいよ3問目が最終問題だそうです。いや、面白いですね。皆さんもどうですか、当たってますか。では3問目お願いします。 E は国産白菜手仕込みキムチ 150g が増量になって200とかになったら嬉しいですよね。違う今あーって声が出てきてるんですけど、なんだろう。わかんないです。いやー、待ってください、タイムアップ、あと1回だけ、あと1回だけお願いします。私だけかな、よいしょ。 E は何、わちゃわちゃよーうわわかりませんでしたはい、白菜の部分が、あ、海鮮に変わったんですね。なるほど、皆さんわかりましたかいやー難しい。さあ皆さんは何問わかりましたか。なんだか脳が活性化された気がします。これで辛いキムチを食べたらいい刺激になりそうです。さあ私はどのタイミングでキムチを食べようかな。皆さんもですね、お好みのタイミングをチェックしてみてください。以上、鳩野幸でした。